こんにちは。今日は手書きのメモについてお話しいたします。でこの手書き、私大嫌いなんですよ大。なんで大嫌いかというと、紙が必要っていうのが嫌で、まあ、手帳も持ってないし、それを物理的に持ち歩かなきゃいけないじゃないですか。で破れるし、こぼ <laughs> 濡れるし、えー、汚れるし、まあ、汚さなきゃいいんですけども、なんか汚しちゃうんですよね。汚しちゃうし、くしゃくしゃになったりとかってするのがあるんで、なんかそういうのも嫌いだし、で、 手書きするっていうのもめんどくさいし字が綺麗ではないんで、まあ、それもなんか嫌になるしっていうので,でパソコンで打った方が早かったりするじゃないですかパソコンで打った方がデジタル,しジタルとして使えるし早いし、まあ、どっちみちパソコン持っていくんで、まあ、他に荷物がいらないと道具がいらないと、まあ、スマホでもいいんですけどもスマホでもメモできるしと。 そういうのがあって手書きは嫌いなんですよね。で、その書いたやつが残るのも嫌で、で、そうするとなんかどっか保管しなきゃいけないわけじゃないですか。だからそういうもろもろがあって手書きは一切やってないです。ただですね、その手書きが嫌いな私も、このペンを使って書くっていうのはしてるんです。で、これがパソコン、ペン対応のパソコンだったり、まあ今は Mac をメインに使ってるんで、Mac はペン。 タッチに対応してないなで、まあ、iPad を持ち歩いていてます。iPad をで、ねまあ、こんな感じで持っていって、まあ、これでこう書いているということではあります。で、この間はちょっとセミナーに参加して、そのセミナーでもこれを使ってます。で、ちょっとどういうものかっていう画面切り替えてみると、今画面切り替えるとこんな感じですね。で、特にですね、まずいものはないかな。 思うんで全部映し出します、まあ、まずいときはあとでモザイクかけますけども、でセミナーのときのメモでこんな感じで書いてます。で、これ私、セミナーのときは必ずこういうふうに書いてるんですけど、この Q っていうのが講師の方に質問したいことです。で、N っていうのがネタ、自分のためのネタなんですよね。自分のために、セミナーを受けてる間にぽっと思いつくことってあるんで、なんかそのインプットの刺激があるから、アウトプットにつながるものがひらめるの。 ひらめくのかどうかわかんないんですけども、私は本を読むときにもそういうのが思いつくんで、それはひたすらメモをしています。まあ、そのときは iPhone、スマホでメモすることが多いです。iPhone のノーションでメモすることが多くて、でこのキというのはタスクですね。なんかやるべきこともセミナーをやっててポッと思いつくことってあるわけですよね。何かこのノウハウを聞いたら、もうそれをいつやるかみたいな、それをやるっていうのが大事であるんで、これ以外のことは私メモしないです。 講師の方はいいことをお話したなとか、いいこと聞いたなとか、これは勉強になるなみたいなことはメモしてないです。で、メモするんであれば、自分のアウトプットにつながることだったり、その質問をして、ちょっとより深く聞きたいものだったり、まあそこから、そういったものから誘発されて、これをやるっていう決めていること。まあセミナーだと、そのそれを行動に起こさなきゃ意味がないんで、これをやっておくとか、これを見直しておくとか、ホームページのここを変えるとか、なんかそういったことをメモするようにしてます。 で、まあ、こうやってメモをしてるわけなんですけども、まあ、なんでパソコンじゃなくてこれでやるかっていうと、その理由もあって、まず音が出ないっていうのがありますよね。パソコンって私、キータッチして、もう静かな方ではあるんですけどこのし、ね、強く打つと、強く打って音が出るっていうことは、ちもう余計な力が入ってるってことなんですよ。で、私調べによると、音が出る タイピングの音が出る方は、そのパソコンにもよりますけど、お音が出る方は、タイピングが遅いっていう可能性が高いです。遅い方が多いかなというのはあります。スタバとかでその音を聞いて、たどたどシートをパッと見ると、やっぱりこのタイピングが遅いなってい方いらっしゃったりするんで、カチャッ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 ってな感じになりますよね。でその早く打ってや 速くって音が出て速い方もいらっしゃいますけどもただやっぱり余計な力は入ってるんで、まあ、若干ちょっとやっぱり遅くはトータルとしては遅くなるかなみたいなこ私の調べによるとそうなっていますだから音が鳴らないように打つっていうのがタイピングのポイントかなと思いますでもそれでもそれを気をつけていたとしてもやっぱり今これこうやって書くんですけど全然音鳴らないですよねでもうここでじゃあこれどれか適 適当な、まあ、こうやって、これマイクに入るかどうかですけど、まあこ、こうやって打つといかに静かに、これ静かに打つとこれぐらいなんですけど、このキーボードだったら、全然音入らないかと思うんですけど、まあ、それでも多少は音が鳴るかなっていうのはあるんで、それもあって、まあ、もちろんそのパソコンを使ってもいいセミナーだったら別ですけど、そうじゃない時にはこの iPad を使うようにしてます。で、もう一つの理由が、セミナーって後ろにもどなたかいらっしゃいますよね。 一番後ろの席を取らな、にしない限り。そうすると、パソコンの画面ってやっぱ後ろから見えちゃうわけじゃないですか。まあ、のぞくみフィルターをするって手もありますけど、私はあれ好きじゃなくてですね。ねなんか、あの、異物をそこに入れるのってあんま好きじゃなくて。で、その真後ろだったらやっぱりのぞくみフィルターでも見える可能性ってありますよねで。別に見えちゃいけないものを出してるわけじゃないですけども、まあちょっと私はそのセミナー中に調べ物なんかもするんで、 講師の方がお話したり、その話を聞いて、あ、そういえばこれってどうなんだろうとか思って調べたりっていうのはしたりするんで、なんかそういう画面も含めて、まあ見られない方がいいかなっていうのはあります。で、iPad だと、まあこうやって覗き込むと、この、<laughs> この中は見えてしまいますけども、まあでもそこを別に見ても大丈夫なわけですよね。あんみ、まあ、見あ、見られる可能性というのは低くなるんで、それもあって iPad を使っています。 ただ、まあ、これだけのために、そのセミナーのメモのためだけに iPad を使うのは、まあ、ちょっとコスパが良くないんで、今これ13インチだと2二十5万ぐらいしますからね。なのでその他の用途も含めて、そのうちの一つとして私はこれで使っているという感じです。だから手書きが嫌いであってもこういうふうにこう書いて、<laughs> まあこういうふうに iPad を使っているというのがあります。で、もう一つの使い道もあってですで、ね、これはちょっと、 全般的にモザイクをかけさせていただきますけど、どういう時に使うかというと、私、打ち合わせの時に iPad 使うんですよ。で、なぜかというと、それもタイピングでやってもいいんですけど、まあ、なんか、お客様にお見せしながらっていうのも、目的もあるんでもちろん、このパカッて開くようなものだったら、 パソコンだったら、それもできるかもしれませんけど、図を書いたりとか、そういうふうにすることも多いんで、この iPad を使ってます。手書きの方が図は書きやすいんで、まあ図でもささっと作れないことはないんですけど、で、もう一つは、そのお客様から事前に私のコンサルティングの場合、どういうことで相談したいですということをいただいてるわけなんですよ。もしくはその連続するコンサルティングであれば、前回の内容だったり、そういったものがありますんで、それをお見せしながら、この、 時にはその時代としてその話す内容というのをの1から8まで番号を振ってっていうこともありますのでそ,れをその画像をこの上の方に貼り付けてます。でその横なり下なりにこうやってメモをしながらまあどういったことが問題点ですかねみたいな感じでその整理したりまあこうしたらいいんじゃないですかみたいなことをご提案させていただいたりっていうのはしてはいます。 まあこういう用途にも iPad は使えますというところですで。ちょっと画面戻しますけど、で、これセミナーのメモにしろ、このコンサルティングの時のメモにしろ、その後に必ず私は一工程入れてます。で、それが何かというと、これを打ち直してます。パソコンで。その非効率じゃないかとか思われるかもしれませんけど、結局それ使うためのメモではあるんで、 で、お客様にもさっきの図をそのまんまスクリーンショットでお送りするのもありなんですけど、私、ま、字が決して綺麗なわけでもなく、整理されてるわけでもないんで、それをまた整理して、で、その問題点の整理をするメモっていうの、整理をしたメモっていうのは、お客様に別にお渡しする必要はないじゃないですか。だからそういうものに関しては、もう別に入れずに、今後何をしていただきたいかということを、まあ、パソコンに そのままメモするんじゃなくて、整理しながらメモをして、で、それをお客様にお送りするっていうことをしてます。で、最初にお話したセミナーもそうなんですけど、質問の部分っていうのは、そのセミナーの中に解決したり、そのセミナーの後だにあ、そのセミナー中に聞いてるんですよ、私は。で、それ聞くようにして、それはチェック入れておいて、それがまたネタになったりっていうのはあるんですけど、基本的にそれは別に打ち直さなくていいですよね。で、真ん中にあったネタっていうのとタスクっていうのは、 その私はデジタルでネタとタスクっていうのは管理してるんで、それを打ち直すようにしてます。もちろんその手書きを認識してデジタルにするっていう機能はありますけども、100%確実でもないんで、ちゃちゃっと打った方が早いわけです。で、それを翌日の朝に必ずやるようにしてます。まあ、あの当日にやることもあるんですけども、コンサルティングであれば、コンサルティングのフォローということで、当日か、明日の朝にしては、ああ 翌日にしてはいますし、まあ、セミナーだと夜あって、その後懇親会ということもあるんで、当日または翌日にメモの整理をすると、セミナーの復習をするということでやってはいます。で、その時も、まあ、講師の方のお話ですとか、良かったなと思う言葉とかっていうのは別にいらないわけじゃないですか。い,やいらないって言ったらあれですけども、それをどう使うかっていうところが必要ではあるんで、どう行動に 落ととすかっていうことが大事でであるんでそのネタとネタはもう行動ですから、こうやって喋るみたいなネタも行動だし、そのタスクも行動ではありますよね。で、今回のこの YouTube もその、そのメモしたものがきっかけになってるんですよ。まあ、何かというと、その先日このメモをしたセミナーに、 出たときに、セミナー終了後、あの <laughs> もちろんご存知の方、私はそのコラボセミナーで前前半、前半でもないですけど、最初の20分は私が喋って、その後はそのコラボの方にお話ししていただくっていうセミナーだったんですよ。だからその、その参加者の方も <laughs>、 私のセミナーの参加者でもあり、同じ参加者という立場である不思議な関係ではあるんですけど、セミナーが終わった後にこれ何でメモしてるんですかって、どうやってメモしてるんですかっていうご質問をいただいたんで、でその場でちょっとこの iPad をお見せして、まあ、こういうのやってこれで便利ですよみたいな感じでお伝えしたんですよね。で、これをまたちょっと改めてネタにしてみようかなっていうので、その時はスマホの Notion の方にメモしました。まあ、これはセミナー中なんで、この あ、そうですね。この <laughs>、ちょっと肝心なことなんですけど、これは iPad の Apple の純正のメモっていうアプリ使ってます。まあ、メモが取れれば何でもいいかなっていうのはあるんで、それを使って、で、それ、これクラウドでパソコンと連動しますんで、で、翌朝、パソコンを開いて、このメモアプリを開くと、このメモが出てくるんで、それを見ながら、Notion にひたすら入れておくとひ、ひとまずです。 で、タスクは私 Excel で管理してるんで、タスクの部分だけ Excel に、e x c e に貼り付けてみたいな、そういうことをしてはいます。だからメモ以外のアプリ、まあいろいろありますけど、別にこの純正のメモで十分かなと。Mac <laughs> との連携も素早いしと。で、それでこのメモを使ってはいますね。で、お客様のその、いただいた 事前のご質問っていうのは、スクリーンショットを撮って、その画像をパソコンの Mac のメモに貼り付けて、でそうするとこっちに同期しますんで,で、そこで開いてっていうふうにしてます、まあ。スクリーンショットにしてるのは、そのスクリーン、お客様のその質問の画像の上で、そこに赤線を引いたり、そこにメモをしたりと、その場でやったりすることがあるんで、画像の方が使いやすいんですよね。 で、これを、じゃあ、お客様の、その、いただいたテキストデータで貼り付けてしまうと、その上にはペンで書けないっていうのがあるんで、そのあたりの違いもあったりはします。まあ、そんなところで、このセミナーなり、コンサルティングの時のメモ、iPad でのメモっていう活用ですね。で、メモをするんだったら、私は、紙が大きい方が書きやすいですよね。持ち歩きを気にしなければ。だから、メモするんだったら、この13インチがおすすめです。まあ、11インチ、ちょっと前の、ちょっと前と、だいぶ前の、 YouTube でも比較しましまたけど11日だとちょっとちっちゃくなるんですよねちっちゃくなって、うん、イ,メイメージ的にこ,これぐらいですかね。これぐらい,い,ろいろですイメージ的にこれ,これぐらいな感じですかね。で、この紙をの書くときに、こうやって手首を置きながらこう書くじゃないですか。で、iPad ってやっぱりその辺が優れていて、iPad なり他のタブレットもそうなんですけど、この手首は認知しないんですよ。 で、このペン先だけを認知するんで、この上に置いて書くこともできると、全然。なんからそれができるんであ、大きい方がいいかなと。手首をここに置いて書いた方が安定しますよね。で、大きい方がもう図も書きやすいしっていうのがあるんで、私は必ず最も大きい iPad を使ってます。まあ、11インチでもまだまだいいかなってとこはありますし、ちょっと安くなりますし、持ち運びやすくなるんで、で軽くもなるんで、 多少200ぐらいもらかるたかな。で、ただ iPad mini っていうのだともっと持ち運びやすくなりますけど、イメージ的にこれの半分ぐらいですよね。だいぶちっちゃくなるんで、うん、ちょっと書きにくくはなるかなっていうのはあります。で基本的に私このメモっていうのはもうメモって1画面に収めたいっていうのはあるんで、なんかそういう意味でも13インチがいいなっていうのはあります。まあ、ただ、まあ、今それなりの値段はしてしまうんで、っていうことですね。 で、ノートパソコンでペンでっていうのもちょっと冒頭にお話ししましたけどあれって実はパソコンってこんな感じじゃないですかこんな感じでこれ以上に書かなきゃいけないんでちょっとだいぶやっぱ書きにくいんですよねペンで書けるといってもで、アプリもいろいろ違ったりもするんで、まあ、ペンとキーボードを併用できるっていう意味ではノートパソコンタッチ対応、まあ、ペン対応のノートパソコン優れているんですけどちょっと書きにくいというのがありますね。 で私が持ってるんですけども、こう、べたっと開けるパソコンでそこに書けるっていうのもあるんですけど、あれはあれでやりにくくてですね、ここにキーボードがあるじゃないですか。だからなんか、なんかこ,こんな感じで書かなきゃいけないみたいなのあるんですよね。だからあんまり、あんまりあの言うほど便利じゃないなっていうのはありました。だからやっぱタブレットはタブレットであった方がいいかなっていうのはありますし、で、もう一つ、この iPad にもキーボードを付けることができるんですよ。専用のキーボードもあるし、Bluetooth のキーボードも。 あってそうするとキーボードで打つとかは打ってペンでペンペンで,でやるところはペンでっていうのはできるんですけどまあ私は荷物見もになるしなんか iPad でキーボードを使う必然性っていうのを感じないんで,でもう別に全部手書きだったら手書きでいいしとは思ってはいますね、まあ、一部手書きで書くとそれがデジタルデータになるっていう機能もあったりしますけどあれって認識がちょっと 待たなきゃいけないというのが私好きじゃなくて、まあほぼほぼ使ってないです。で、キーボードも使わず、で、結局そのタブレットを持ってってもキーボードを使っスタンド付きのキーボードを使ってこうやって立てると、後ろから見えてしまうという問題は発生するじゃないですか。まあそうするとキーボードなしの方がいいなって思って、で、これが 600g ぐらいなんですけど、キーボードつけると、それが 200g ぐらい増えるんですよ。それが結構重くて、私はこのまんまこのケースに入れて持ち運んでます。で、 使うときは、この、この <laughs>、このカバーも何もなく使うって感じですね。ねそうすると、まあ、軽く、より軽くは使えますんで、おすすめではあります。まあ、自宅の中でもこれだけで使っていて、で、電車の中でこうやって立ちながら、こうやって書くっていうのは、なかなかちょっと厳しいとこあります。まあまあ重いんで。でそういう用途に使うんでしたら、まあ、iPad mini ですとか11インチもいいかなっていうのはありますけど、じゃあそれだったら、 スマホでもいいんじゃないかと。まあ iPhone はペンが使えないですけどね。ペンが使えないんですけど、ペンが使えるようなスマホを買うっていうのも一つ手かなっていうのはありますし、まあどれもその用途に合わせて帯に水かし、助けに流しではあるんですけど、ちょっといろいろ使ってみて最適なものを選んでみていただくと、この最も大きい iPad をもしお使いじゃない方がいらっしゃったら、まあぜひ使ってみていただければなと思っております。で、なお、そのオンラインのこの 打ち合わせ、コンサルティングの場合は、ここの液晶ディスプレイを使ってます。これもペン対応で22インチなんで、より大きく書けるんですよね。で、コンサルティングの先ほどお見せした事例と同じような感じで、私はやってはいます。で、アプリは、これ Windows なんで、Windows だとホワイトボードっていうマイクロソフトが出してるアプリがあって、それを使っています。まあ、そんな風に使い分けをしてはいます。けども、まあ、セミナーの時はこれ持っていくことは。でもオンラインセミナーの場合は、 オンラインセミナーの場合は、また事情が変わって、キーボードを別に使えるじゃないですか。こちらの音って聞こえないんで。だからそこで、その場でメモってますかね。デジタルに。だからその音の問題っていうのが大きいですかね。これを使うっていうことになると。別のオンラインセミナーだったら、こちらが喋るときにカチャカチャってやると聞こえますけど、そうじゃないときは聞こえないんで、そのまんまノーションに、そのさっきの Q、クエスチョンとネタと、 タスクは入れてはいます。そういうふうにしていますので、それも全部ノーションにメモしています。そうやっていろんな使い道選択肢ていうのはあるかなというところです。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。